京都へ、大安のミスター京都アッキーです。はい、本日は京都駅前にやってきました。もうね、今ね、まだ12時前なんやけど、昼酒かましてやろう思って京都駅前来たんやけど、あいにくの雨ですわ。かなんな。でもせっかく来たんで、飲んでいくよ。そしたら早速向かっていきたいと思います。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。よっしゃー。京都生まれ京都育ちの人間が美味しいものを食ったり飲んだりするチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、そしたら久しぶりに乗り込むで。天空の立ち飲み登坂、ここでなんかうまい魚食ってこようと思います。あんのかな、知らんけど。その前に開いてんのかな、全く知らん。だってそうやな。おっしょ、見てろ。おはよう。うわ、京都駅来たから来た。おはよう。動画撮らして。動画撮らして。いいよ。よっしゃ、来たぞ。久しぶりに来た。よっしゃ。貸し切りや。よっしゃ、来たよ。そしたらね、一杯目は。アサヒスーパードライ390円。いくぞ。喉カラカラ。そしたら本日も一杯目、生ビールいただくね。作りの盛り合わせ玉手箱頼みましたよ。990円です。すごいでしょこれ。見てくださいよ、この豪華な。いくらまで放たれて、ここにヒラメも眠るという。うお、これは贅沢やで。いただきますよ。もう今日はね、昼一番からね、美味しい鮮魚がね、食いたくてやってきましたよ。じゃあ、そしたら一人で贅沢やな、これ。じゃあ、いただくぜ。朝から贅沢やで、これ。ほんまにこれが1000円以内でいただけますよ。990円。まあ、税金入れたら1000円超えるけど、990円の別。はい、ハマチやな。口の中で油が広がるね。うまい。困り、タコも、タコも行こうか。結構ごっついぞタコ。タコをいただきますね。うわ、コリコリしてるけどね、柔らかいタコやわ。取れたてをさっと湯がいた感じの、すごい柔らかい食感のタコです。そしたらね、2杯目プレーンです。360円。もう日本酒飲みたいんやけどな。まだ朝の一発目なんで、チューハイプレーンをいただきます。プレーン、いやー、あー、やっぱプレーンは何の料理にでも合うからね。最後やわ。このヒラメですよ。これはポン酢がかかってんな。ポン酢と大根おろし、贅沢やね、これ。よっしゃ、
これこれうまいね。白身がふわふわ。一瞬でなくなったもんね。うめえ。贅沢極まりないね。京都行く前にね、安くて美味しい鮮魚食べたいのでぜひ来てください。戸坂さん、これいくらです？いくら？そしたら続いて俺の大好物のセセリのニンニクまみれですよ。セセリのニンニクまみれ焼き490円。これはね、もう香り的にもね、食欲がねそそられますね。ほんでしかも鶏肉が大好物のセセリなんで、これこれいただきます。もうね、ニンニクまみれっていうだけあって、もうほんまにニンニクまみれですもうこのニンニクのね、香りがね、たまらん。でもこの後はね、絶対口臭いよ、これは。ニンニクまみれ、よっしゃ。口臭くなっても誰とチューするわけでもないし、ええんやけどね。これが進むで、うまいわ。ここら辺でサーモン投入して、このね、ニンニクまみれっていうだけあって、ニンニクこれやばいよ、これほんま、これこれすごいでしょ。そら、美味しい魚が食いたくなったら、戸坂さんおいでやす。はい、ではまた。はい、ということでごちそうさまでした。うまかったな。昼から贅沢な作り盛りでしたね。はい、あれが990円でいただけば最高じゃないですか。いや、朝からほんまに贅沢させてもらいました。でまだ飲むんで、はい、ぜひ京都行く前で美味しい鮮魚が食べたくなりましたら、こちら戸坂さんお越しいただきたいと思います。でもニンニクはちょっと気ぃつけながらだね。もう次人と会う時は食べたらやはりと思う。はい、今日は俺が一人やから、はい、全然大丈夫やけど、めちゃくちゃうまかったです。はい、ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛します。ありがとうございました。髪が弱いわ今日は。